さいよ、こんな物騒なとこにいたら。彼らにそりゃ災難だったな、こんな偏僻な場所。ついに我が国でも自治区が認められようとしてるんです。もう殺す必要はないんですよ。彼らんだって人権は。悪いな、方便垂れたが、んなこと考えちゃいねえよ。俺はな、ただやりてえだけだ。我が国でもゾンビ自治区が正式に認可されてから今日でちょうど25年。彼らとも友好的な関係を築けていると言っても過言ではないでしょう。ムズムズするんです。俺だから壊しちゃいたいんです。まあ担当役任せて。ゾンビが人を襲ってるわ。国はゾンビ自治権を撤廃する方針です。彼らゾンビの危険性を再認識するために、首相は自衛隊同伴のもと自治区の訪問を予定しております。総理大臣がここに来るんだって。だからそこでみんなは危険じゃないよってことを分かってもらわないと。パパもハーフもみんな死んじゃうから。だから